本日2月27日に、去年か去年2月27日にチャンネルを開設したらしいので、その記念としてブラッドボーンをやっていこうと思います。ちょっと諸事情でブロキャスができなかったので、急遽パソコンからやってますこれ多分録画するに値しないようなグダグダっぷりになることは分かってるんですでもどうしてもこれやりたくてこれ PS4 出たぐらいから、あれ違うな、 PS4 を知人が買って、そのあたりでこのソフトが出てて、これやりてえなと思ってたんですよね、ずっと。で、4444回記念にこれをやろうと思ったんですけど、どう考えてもプレイスキルが伴わなかったので、ずっとやってませんでした。あるのかと言われるとないんですけど、まあ、これをやることによって何かゾンタンの秘めたる力が目覚めればと思ってもうカビカビだし何言ってるか分かんないけどね。これ一番心配なのはちゃんと配信されてるかなんですよねなんか調子悪くって、超心配ですね。できてんのかな。とりあえずオープニング流しちゃってますけど、あーちゃんとライブ配信になってる、よかったー。はいと、はい、どうもこんばんは、ゾンタンです。1周年記念やっていきたいと思います。よいしょと、動かせるかな、あ、動かせるか、よしよしよし。オフラインでやります。音楽が大きいのかな。よし、コンティニューとか出てますけれども。ちょっとチュートリアルぐらいはやっておかないとなと思って先にやっちゃってますが、竜ゲームでやります。 Oh yeah, pale blood. Well, you've come to the right place.
Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. あ、そっか、こっからか。名前何にしようかな。ゾンマルじゃあれだしな。ゾン。ゾンタンでいいんだけどね。ゾン太郎で。ゾン太郎。やばい。あ、女の子か。いや、男で。っていうか、あ、見える。若い方がいいかな。若い。ここなんですよね。この過去っていうところでステータスの割り振りが変わってるみたいで、血の意志って読むのかな。これがなんか結構ばらつきがあるんですよね。で、この生まれるべきではなかったって、これ相当ハードだから。そんなの嫌だな。特質なし。君の過去は平凡で、故に幸せだった。全ての能力値が平均的。まあ特質なしなのかな。村の生き残り、多分村の生き残りが生きる力、生命力が高いってことだから、それちょっとそれ欲しいんだよな。どうしようかな。悲惨な幼年期、君は悲惨な幼年期を送った。それは耐える力を育てた。あ、持久力が高いんだ。持久力と技術が高い。お、デジさん、コバマルです。暴力的過去、暴力、愚かだったが力はついた。あー、これいいな、気になるな。筋力が高いんだ。プロフェッショナルか。従軍経験、こういう方が一番これバランスいいんじゃないですかね。従軍経験の人が、まあ確かに BF とかやって従軍経験上がってますけど、一族の末裔、過酷な過去か。運命か。生き残りの方が多分ゾンビっぽいんだよな。生き残りかな。村の生き残りだ。外見、これお気に入り、ちょっと作ったんですよ。これね、これちょっとほんとゾンビっぽい感じで、麗しい。ゾンビっていうか吸血鬼か。まあ、これになるでしょうけど、もう一個作ったんですよ、これ。どうしても、丸メガネが似合うキャラクターを作りたくって、たどり着いたのがこれですよね。ちょっとスティーブ・ジョブズが、
おしゃれになったみたいな、いや本人がおしゃれじゃないとかそういう話じゃないですけどこのなんだろう、この丸眼鏡と顔がジョブズにしか見えないんですよねおじさま、おじさまです。あれ、デンジさんはブラッドボーンってやったことありますか？おじさんだったらまあこっち真っ白い方を選びますけどね。よし、この不健康な感じで。あー、それっぽいそれっぽい。あー、いいいい、なんかビジュアル系みたいじゃんよし、このビジュアル系でやっていくか。ちょっと髪型、あー、あるんですか。なんかあの最初のステータスのなんか過去を選ぶのがちょっと難しくて、村の生き残りにしようと思うんですけど、ハードですかねそれそれを聞くなって。ああこれ、ああこれも髪型もいいな。これはちょっと M がきついなこれとかちょっとよくわかんないもんな。確か横顔はかっこいいけど、これちょっと正面かなあこれはうん、これも迷ったけど、なんかこれサッカー選手っぽいんだよな。これ女の子の髪型だしな。あ、これかわいい、かわいい。あ、ノーマル。あ、ノーマル。よかった。ノーマルで。もうただえさえ、グダグダだから、ノーマルな方がいいですよ。はい、じゃあ、契約書じゃないや。誓約書か。記入完了します。はい。輸血液、音量のランプを楽しんだという signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. お笑いこらえれな、こらえられなくなっちゃってますもんねこいつ本当に輸血すんのかよみたいなもう、なんか出てきたよ。動かせない。燃えた。You found yourself a hunter.
政府下の診療所。よいしょっと。ドドドドド。あ、いいじゃない、いいじゃない。なんか、すごい。それっぽい。よし。わー。わー。すごい。すごい、回る回る。回る回る。いいね、いいね、いいね、いいね。軽快なステップ。軽快なステップ。あれか、たくましいのかな、体。おっ、おっ、バックステップ、バックステップ。あー、ただ押すとバックステップ。あ、なんか調べる。青ざめた血を求めよ、狩りを全うするために。青ざめた血、青ざめた血を、青ざめた血。なんかすごい。これ無限でできる。よし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 。壊してこう、壊してこう。なんか壊すとなんか出る、そういうゲームだった気がするけど、こんな壊していい？大丈夫か？すごいな。なんだ？ちょっとなんだろう、あの服の丈が気になるのかな。なんかなんだ、なんかすごい腰が痒いみたいですね、この三角と四角を押すと腰が痒くなる。扉を開く。いやいやいや、開きたくなかったよ。怖え怖え怖え、何これ。あれ、こっちは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 開かないの。なんで、なんで、なんで、なんでやの。とりあえず何も持ってないけど、行っちゃっていいのかな。はしゃいでます、カリュウとはしゃいでます。いやー、いいな、綺麗だな。さあ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 、そのサスペンダーが周りのところに引っかからないように。なんだろう、あっ、ああ、これか。ああ、ちっちゃい、ちっちゃい人たちが。ああ、R1 攻撃、右手武器、武器ないんだけどな。おう、あなんか、おう、おう、死闘か。今んとこ死闘なのか。よし、ターゲット固定解除、右、了解です。わあ、いいな、この世界観。あ、左、左もやる。あれ、なんか拳を押さえた、え、押さえた。痛いのか、なんだろう。 L1 押すとなんかすごい丁寧な感じになるな。丁寧な感じで歩いていくか。いない、見えない。R2、 あ、強攻撃、旅押しすると強攻撃。おお、やべ、なんか聞こえる、なんか聞こえるけど、チョップ、あ、チョップじゃない、これチョップ、チョップ、はい、チョップ、チョップ。でも奥の方で何か聞こえる、聞こえてる。え、やべ、バレた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 、バレてないよね、バレてないよね。さすがにバレないっしょ、これ。あ、よっちゃん、こばまるでーす。
あ、そして、ケンシンさん、小林、あ、こ、こば、小林って誰だ小ば丸でーす。ちょっとだ、ま、そうですよ。まさかの、ブラッドボーンですよ。あ、一周年、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。さっきご飯食べてる時にハマ太郎見てましたもうこれ奥行けってことだよね。分かってんだよ奥行けってことは。ほらなんかいるもん。ほらこれがターゲットか、ターゲティングか。絶対こんなのさバレるでしょ。バレないようにとか行けるのかしら。バレないようにとか行けるのか。バレましたね、バレましたね、バレた。だって、危ない。チョップとか無理でしょ、これ。チョップ。いって。そりゃ痛い、そりゃ痛い。チョップ。痛い。全然いらないじゃん。チョップ。やばい。ちょっと。何これ。しょっぱな、ハードモード。しょっぱな。いった。あの先になんかあんのかな。ちょっと待って。死んじゃった。すごい綺麗だ。そうなんですよ、これがブラッドボーンですよ。まあ今更かいって感じですけどね。洗濯した場所で目覚めます。一回病室。あー、はい。お、こんにちは。あ距離を取っちゃったよ人形が捨てられてる。いや人形じゃないでしょこれ。よく見えない。よく見たい、顔は見たいけど見えない。エイムモードとかないのか。見えない。仕掛け武器の贈り物です。一つ選んでください。右手に装備する獣狩りの武器です。獣狩りの武器。あー、ノコギリか斧か杖か。90 98 78。あー、能力値。あー、持てるか。あー、斧が高いけど、確かこのノコギリの方がかっこよかったする、かっこよかったりするんだよね。ノコギリにしよう。よし、来た。ドエムにぴったりなゲーム。そうですよね。なんかゲームシステムとか、ダークソウルシリーズ、そのまんまですもんね。あやや。銃、あ、銃もくれるんだ。獣狩りの短銃か、
散弾銃か。血の攻撃力ってなんだ、血の攻撃力ってなんだ単銃の方が70、あ、こっちの方が耐久度はあるんだ。散弾銃か。いやー、これ迷うな。本当に本当に、ちょっと迷うなこれどっちがいいんだろう。耐久度ある方がいいのかな。いや、こっちにしよう。単純にしよう。単純って読むのかもわかんないけど。手記、メッセージを書き、死者に託して別世界の狩人と共有できます。あら、そうですか入らせてくれない、入らせてくれないよ入らせてくれたっていいじゃんかよ。で、これは、これは何なの。なんか、寄ってらっしゃい、見てらっしゃいみたいな。はい、アイテムを求められると。獣狩りの銃で使用される特別な弾丸。あらら、そっか、そういうのお金かかる系か。はぁって言ってくれたな。これは、儀式、儀式、これ儀式ができるよみたいな、そういう、さっぱりわかんないな。ここも開かない、儀式してなかったからかな。よし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 。この脇道を行くとどうなる。お、呼ぶ、あ、ダッシュ、あ、走る走る。あ、でもスタミナが削られると。アイテムの使用、アイテムの切り替え、あ、そうか、アイテム持ってないからなんか腰が痒いみたいな、腰の裾が気になるなみたいな感じになるのか。なるほど、武器の切り替え、あ、武器装備しなかった、確かここだよね。ウェポン、ウェポン、ウェポン、あ、持った持った持った。あれ、なんか、え、なんかノコギリがすごい、ハンドバッグみたい、おしゃれだねそのハンドバッグ。おお、おお、ああ、そういう感じ。あ、やばい、え、何、今何した、今何した、え、今何した、あ、長くなった、ちょっと待って。水銀弾の緊急補充、ただし HP を消費する。え、え、ちょっとなんだか分かんない。そっか、弾はアイテムで買えるけど体力を削っても補充できるってことか。ああ、これで、あれか、変なことを、ああ、かっけえ。普段はハンドバッグ型のノコギリですが、伸ばすと、ああ、長くなりますよと。おお、かっこいい。これ、初期武器、ノコギリで大丈夫だったかな。かっこいいな、これ。おお、あ、強攻撃。のが欲しい、ため攻撃、そっか、さっきやってたやつか、まあ、これがね、へへへ。敵の背後からため攻撃を当てることで敵の姿勢を崩すことができる。おー、背後取れないかな敵の攻撃に合わせた
銃撃で敵の姿勢を崩すことができる。なるほど。姿勢の崩れた敵に近づいて R は内臓攻撃。ああ、これがいわゆるなんだっけ、パリーでしたっけ これがやりたくて。敵からダメージを受けた時って時間内に攻撃を返すことで幾爆か回復できる。そっか、これダメージ受けてもゴリゴリやれば回復できるんだ。あ、戻ってきた。ちなみにここは火竜と予備の火竜を使うことで別世界の火竜との協力を得られる。あ、なんかオンラインの時とかかな。共鳴する小さな火竜を使うことで協力できる。協力できる、得られる。ああ、なるほど。なるほど。おっと。手記は別世界の狩人が書いたものだ。あ、ちゃんと開いて見せてくれてたんだ。おお、そっかそっか。ああ、そっか。ケンシンさん、お風呂行っても大丈夫ですよ。なんか多分グダグダなんで。ありがとうございます。じゃあ一通り読んだのかな。一周して戻ってきたもんね。あ、じゃあこっち行きますか。てかこれどうやって、いや、ここじゃないな。目覚める場所がありません。これセーブってどうやるんですかね。あ、なんだなんだなんだ、カメラ掴んだぞ。寄りすぎて見えなかったのか。ああ、いいね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 。いいよいいよ。あ、そっか。わあ、怖い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 。えいえい、おお。まあ、目覚めなさいってことだよね。ほう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 。カメラ掴んでましたよね、今ね。がっちりと。なんかダークソウルそのままみたいな。あ、音が怖い、音が怖い。これか。あ、違うな。これさっきのだ。なんかすごいみんなで祈ってる。このちっちゃい人たちかわいいな。なんかパクパクなんかしてるもん。お。私はバックステップ、あ、ローリングバックステップ、これか。でんぐり返しだ、思い出した。オプションメニューを開く、でんぐり返しだ。ターゲット固定解除。あ、ここさっきのところにこれで戻ってきて、なんか聞こえる。リーチ長くしとこう。リーチ長くして、縦なの？縦より横に振った方がいいんじゃない？そう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 。まずターゲットし、あ、なんかある。ローリングでなんかステップとなる。あ、いて！早くて見えない。動きが早いぜ。ぶつかってるけど ぶつかってる時のダメージ大丈夫なのか。
しよしよし、行くぞ行くぞ。今度は、今度は負けないぞ。あばばば、あばば、バカば、バカば。なんだ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 、なんか、あ、勝てたのか。輸血パックもらったぞ。なんだろう、輸血パックなんだろう。わわ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 わ、すごい滑らかな死体だ。うえうえ、いや武器がかっこいい、武器がかっこいい。わあ、なんか置いてあるものがいいなあ。わあ、何これ。あ、さっきの人が食べてたやつだ。人っていうか、え、人じゃないよね。なんだろう、人じゃないな、これす、人じゃないけど、あー、見えない。多分これ映しちゃダメなやつだな。ダメ系だ。相手の攻撃に合わせて銃を撃つとパリできますよ。あ、よっちゃん、ブラッドボーンも経験済みなんすか。ダークソウルもやっておきながら。いやー、さすがです。HP 回復。おお、三角で HP 回復か。間違って押しそう。怖い。遺体を探る。輸血パーク。よし。あれ、なんかジャンプしたよ。そんな軽やかな動き。え、なんで、なんでジャンプしたんだ。わかんないけど、いっか。で、ここ?開いた。やべ、外出た。